はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回もですね、七章深淵の支配者チャプター6の実況の続きやっていこうかなと思いますが、いやー、あのね、前回やってみたんですけれども、まさかの初っ端からバトルマップということで、私ですね結構焦っておりますちゃんとクリアできるのかなってちょっと焦りつつも、頑張りたいかなと思っております。今ですね9マス10マスぐらい、今10マス目に行こうとしてるとこかまでなんですけれども、SSR が多いキャラを編成しておりますので、いけるかななんて思いつつも、とりあえずは様子を見て、もしかするとそのアイテムも使いながら、やっていくかもしれないです。はい、ということで、次なんですけれども、あら、ちょっと待って、追いつかれちゃってるじゃん。大丈夫、卵さん、もうちょっと待って、攻撃されてる。いやー、ちょっと待って、卵様持ってるんですよこっちは。もうちょっとし、ねえ、鉄のもの、もう違う、今卵様持ってるから攻撃できないだけで、もうそんなこと言って、もう私が相手になるよ。ちょっと待って、そんななんか命乞いみたいなことすると思ってんの？ほら見て、右大将が騎士はしてんじゃん。力で奪われたいらしいな。騎士の情け。もう一撃で終わらせる。バンジキュースじゃない。やめて、早く誰か来て。誰か。来てくれた。もしかして、シルバーですか？息子ですか？はあ、やっぱりほら、夜明けの騎士ということは違うということは、なおなのれ、なおなのれこれは俺の名はシルバーってやつ俺の名前はシルバーその右大将の息子やで、俺の名はシルバー俺の名はシルバーってちゃんと名乗ってくれた。いやありがとうございます、しっかり名乗ってくれた。はい、なわーららららら、二大勢力がゴリゴリアタッカーが二人ともいなくなってしまいました悲しいですはい、とりあえずはシルバーがセアしてくれて、鉄のものを一掃してくれた感じかな。大丈夫ですか？大丈夫うん、首の皮一枚繋がった。よかったです、ここに来るまでに本当にありがとう、息子が来てくれたよ。うん、確かに、すぐに移動しましょう。そうですよね、早く逃げよう。うん、人間のてめえに頼める気じゃない。はい、何その最後の言葉みたいな、やめて。何ですか？俺がそんなに、はい、手も足も、そんな、ちょっと待って、生きてほんでが、いやー、ちょっと待って、そんな最後の言葉みたいに言わないで。いやー、ちょっと待って、野営地がある。野営地が、一緒に行こう、野営地まで。野営地まで行ったらさ、回復するよ。お前が聞こえてないだろうか。鉄のものの、そうなの？いや、ちょっと待って、ワイがおぶってくよ。奴らに来たら言ってやるよ。ドラゴンの卵、いや、そんな皮肉言わないで、一緒に行こうよ。もう卵持ったあなたを俺がおぶる。あー、ゴホゴホしてる。わかります。一言じゃない。マレウス様の卵を持っていくれるか。はい。私が、もちろん大丈夫ですよ。それも任せてください。それぐらいものをどうってことないですよ。でも右大将は、右大将どうする？右大将担げる？確かにね。ねえ、ほんと、だってリリアがね、ああやって両手で持ってたっていうことは、おーっと、なんだ、あ、近いぞ、素晴らしいぞ。ああ、なえ、ほんとに担いでるんじゃない？ちょっと待って、お姫様抱っこですか？お姫様抱っこしてるんですか？赤ん坊みてえに、あーっと、ということは、おんぶですか？あらー、かわいい子だ。いや、ああ、大丈夫？ちょっと待って、ご自愛ください。
重い荷物を背負って山登りするのは、うん、はあ、そうなんだ。そうだよね。いや、修行の成果ですか。はあ、いや、あなた様の言葉です。生きることを諦めちゃダメだ。確かに諦めてはいけない。あ、ありがとうございます。その教えしっかりと受け継がれております。は、大丈夫。え、なに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 。あら、あー、気を失うほど重傷でした、右大将。うわー、今はゆっくり休んで。にある野営地に立ち寄るか、一直線に魔の山を目指すか、うん、あ、そっか。あ、Y 監督生に委ねられているということですか。まあ、Y 監督生は全マス進みたいから、もうあの寄り道するけれどもね。下に行きながら上目指すけどね。はい、終わりました。こっち、あ、野営地ってここですね。あ、野営地まず目指しますよ。野営地目指してからの、あそこの端っこまで行っての上行くからね。茨の国の老朽近衛兵の気象がかかっている、はい、うん、あ、無人なんです。あ、よかった。じゃあ、バトルマスだったっけ、さっき、どっちだったっけ。はい、あ、よかったです。あ、回復マスなのかな、これ。立ち寄り所のようなことかもしれないな。はい、あ、よかった。はい、そうだね。いや、右大将も心配だしね。セベクに追い越されてしまうかもしれない、うん、そうだね、セベちゃんも心配ですよね。うん、あ、よかった。あ、はい、バフのマスでした。で、こちらが野営地ですね。はい、ここはバトルない。あ、バトルあります。ちゃんとバトルあります。はい、今の見たか、コブ、うん、あ、さあ、トゲトゲした真っ黒い山。あ、ということはそこを目指すといいっていうことか。はい、魔の山と呼ばれる霊峰。うん、あ、そうなんだ。あー、はい、竜の都と、黒輪城がある。へー、あー、そうなんだ。大丈夫、おぶっていける。心配だな、それちょっと。うん、魔の山には常に暗雲が立ち込む、はい、うん、ドラゴンの許しを得ていない。あ、そうなんだ。やばいね。じゃあまず許し壊なきゃいけないってやつ。それは外からの侵入者を退け、うん、要塞の役割。あ、そうなんだ。あ、じゃあちょっともしかして難しいかな。我ら外のものだからさ。あー、そっか。いや、ドラゴンっていうかね、ビューンって飛べればよかったけれどもね。うん、確かに。そう、あ、ここ野営地じゃないんだ。ここ言ってた野営地じゃなかったです。は、あなた、あ、またここで、うん、あ、そうだね、隠れるのも大事大事。こちらの被害を最小限にしつつ、あ、シルバーにしては意外と珍しい作戦ですね。うん、まあ、とりあえずね、うん、やっぱり戦わなきゃね。ユダイ将をまず守りたいからさ。危険性が高まる。うん、確かにね。こそ違うんだ。はい、現役時代と言っていること自体は、うん、あー、そっか。優しい表情してる、やっぱりね。いやー、親父殿のことを思っているとね、シルバーって優しい表情するのよ。はい、とりあえずバトルですね。頑張ります、右大将を守るために。はい、とりあえず全然 HP 減ってない、よかったです。HP がね、あの、減らないに越したことはねえですからね。まあ、とりあえず次もバトルですが、まあ、次も大丈夫そうな感じもしますが、はい、あ、ローブの男 A、 ローブの男 B。 あれ、これもし、 あれか、雇われ傭兵か。何、我が魔法をはじいただと、うん、あ、すごい担いでるのに、これでちゃんと魔法も使えるの、すごく。シルバーってやっぱね、やる男なんですよ。なあ、ありがとう、シルバー。うん、あ、グーリちゃんの出番ですか。頑張って、グリタン。わあ、頼りがいがある、本当に頼りがいがある。ありがとう、グリタン、頑張ってね。はい、とりあえず難なく終わりました。いやー、よかったです。とりあえず、あ、次がバトルマスじゃないので、ゆるゆると見れそうでした。まあ、とりあえずミスティームがそろそろなくなりそうなので、なくなるまでやっていこうかな。うん、こっちでね、あーってなさそうなんだけども、とりあえず寄り道っていうか、全マス進みたくてさ、私。はい、
あ、妖精の少年。僕、悪い人間じゃないよ。こんな雨の中で何をしている、うん、危ない。はい。ほらね、優しい人間でしょ。僕、優しい人間だからさ。もしかして、ね、攻撃しないでね。ウダイショウ様、うん、お前に負けちゃったの。違うの。違うの。僕らの味方だから、ウダイショウの。この人間め、うん。あ、ちょっと待って。ウダイショウ様を。いやだ、少年、違うんだよ。誤解です。あ、なになに？え、攻撃してんの？もしかして。え、ちょっと待って。ちょ、ね、少年、誤解だって、少年。俺はこの人、もうそんな、攻撃しちゃったら、もう、バトっちゃうよ。ん？あ、大丈夫？あ、大丈夫？あ、起きた。大丈夫？早く。はい。国林城。いや、国林城、ごめんね。寄り道しちゃってごめんね。今ちょっとね、全マス進みたくてさ。あ、そうなんだ。あ、起きたかと思ったら違うんだ。そうですよね。いや、ごめんなさい。本当、医者に見せなきゃいけないのに寄り道しちゃってごめんね。ここは見逃してくれないだろうか。うん。俺たちは近く。はい。そう、見逃して。そうなんです。もう絶対に大丈夫だから。シルバーは絶対に大丈夫だから。一応見てるけど、攻撃はしてこなくなってる。え、もしかして怪しんでる？怪しくないよ。いい人間だよ。僕、いい人間だから。先を急ぐぞ。ありがとう。信じてくれて。あ、なんだ？どうした少年？これを持ってると、あ、少年、ありがとう少年、信じてくれた。ウダイショウ様、はい、ちゃんと国林城まで届けて。わかった。俺ら頑張るからな。少年、必ず見届けてやってくれよ。君も早く家に戻るんだ。うん、そうだね。あ、優しい。ねえ、シルバー、そういう優しいところ好き。はい。あ、魔法石嬉しい。少年、魔法石までくれるの嬉しい。ハーブだけじゃなかった。はい。次もバトルじゃないです。あ、よかった。はい。登り坂が急になってきた。山登りしてるのかな、今ちょうど。はい。わかります。ちょっとね、大きいから。ねえ、ずっしりしてて、落としそうになるんだけれども、なんとか頑張ってます。優しい、シルバー。だってでもさ、ウダイショウも担いでるのに、そうだよね。そう、いや、そんな、そこまではさせられない、さすがに。うん、あ、ほら、疲れ感じてるんじゃん。やだ、もうちょっとマッサージしてあげたい。あの日、あの日ってなんだろう。父と俺に。うん。回想シーンですか？あ、これチャプター5で言ってたやつかな。はい、そうですよね。いや、聞いたことあります。うん、うんうん、飛び出した。そうだよね。そう、その時ね、親父をね、認識したの、その日に。前にも進めず、家にも帰れず。はい。俺は、うん、泣いてたんだ、シルバー泣いてたんだ。いやー、慰めてあげたい。探し出し、はい、泣きじゃくる。うわー、優しい親父殿。不謹慎だが、うん、今はそうなんだ。今はね、逆の立場になって、おぶる、うわ、成長しておぶるぐらいまで成長したよって。あシルバー、よかったね。いい子に育って、もういい子だよ、シルバーは。本当に、はい。次、あ、次こそ、これが野営地ですか？あれが、あ、野営地です。よかったです。さっきのね、下のやつは野営地じゃなかったです。はい、あ、仲間か。はい。うん。お願いします。ウダイショウがちょっと、なんだなんだ、え、なんですか？え、攻撃されてる？違う？え、違うんです。誤解です。この絵ヘビ、僕ら仲間だよ。ちょっと、伝達が行き届いてない？我ら一緒に戦った仲間だよ。ねえ。いや、攻撃しないで。なになになに、さらに攻撃？あ、なんだ、あ、違う。ん？何が起こっている？あ、鉄の、もうちょっと、もうなんだ、話をややこしくさせすぎだよ。まさかドラゴンの卵ではないか。まあそうですが、ドラゴンの卵ですが、我が隊が卵を発見できると。もうちょっと絶対にやるわけにはいかない。いや、絶対に離さないからね、この卵様は。もうちょっとフェルメそうだよね、フェルメだよな。絶対に卵様は渡さない、フェルメだよな。こうなっても仕方ない。はい、監督さん、はい、わかりました。絶対に離さないからね。
ということで、一応そんなに HP は減らなかったので、まあ安心しておりますが、とりあえずどうかな、ね、さっきのフェルメって、フェルメって言ってた、言ってた、ね、あの仲間なんだけれどもね、どうだな、どうかな、お前、あーそっか、この、そう、そうなの、そう、僕仲間だよ、気づいて、そうなの、そう何回も言ってるんだけど全然この子ら聞かないからさそうそう、世継ぎの卵様をさ国林城へ届けてたんだよ。そうちょっと作戦会議して、そうフェルメって言ってあげてフェルメってどういう意味なのか分かんないけれども、あ、ありがとう、信じてくれるの、ありがとう、はい、遠くからお前たち守る監視してるってこと、あ、とりあえず誤解は解けたみたい、あ、よかった、うん、ありがとう、この衛兵、あなたが A であなたが B であなたが C かしらっていうね、ありがとう、そんなことない、ありがとう、よかった、夜の祝福あれ、うん、いやもうすっごいガリーもズブズブの関係ですね。ありがとうございます。バフもつきました。あ、でもミスティームがもう、あ、ラストミスティームだ。あらー。あ、でもちょっと、とりあえず一旦ね、ここまでにしますが、はい、水が湧いている。湧き水ですか？少しも水が濁ってない。なあ、そうなんだ。ちょっと飲んどこ。とりあえず飲んどこ。あとタッパーあったら詰めとこ。うん。そうですね、いや雨水よりも絶対にこっちの方がいいからね、え、はい、水分補給、私も水分補給失礼いたします。はい、水分補給タイム失礼いたしました。というところでミスティームなくなりましたので一旦ここで区切りにしまして、また回復しましたら続きの方やっていこうかなと思います。一旦失礼いたします。はい、ということで回復したので、あ、早速バトルですね。早速バトルか、鉄のもの多いですね。あ、魔獣か、鉄のものじゃなくて魔獣とも戦わなきゃいけないのバトルだらけじゃないの。はい、そうだね、いやちょっと待って、魔獣にもちゃんとこうやってね、すまないというこの気持ちを持っているシルバーが優しいのよね。はい、ということで、だんだんとね HP なくなってきたんですけれども、まバトルがこのマスとこのマスはないから、まあなんだ、この卵、まあでもまだ SSR 残ってるから大丈夫かな、ちょっと待ってください。はい、確かにね、すごい綺麗だよね。うん、ツンツンしないで。あ、中で動いた気が、あれ、ちょっと待って、卵様がもしかしてそろそろお生まれになるのかしら。うん、あ、そうなんだ、どのような姿でお生まれに、確かに気になりますよね。私は人間の赤ちゃんみたいな、シルバーみたいな姿で生まれたら可愛いかななんて思っているんだけれども、うん、あ、なるほどね、あ、そういう感じで、あー、納得、うんうん、あ、だからもしかしてその今この右大将の夢にはあとマレ様がいないっていうことなのかな。一人でブツブツ言ってんだ、独り言でした。シルバーったらまあそういうところが可愛い、愛おしいんだけれどもね。はい、そうですよね。はい、とりあえず先に進みましょう。次もバトルじゃないのでは良かったです。バフのマス、あ、報酬を獲得できます。ありがとうございます。誰からかな？こんなところに古い家がある。はい、古い家がある。どうやら空き家のようだ。うん。
あ、そうなんだ。あ、ちょっと雨降ってるからね、あの、あったかくしないとね。寒さをしのぐために使わせてもらおう。そうですな、ちょうどよかった。こんな、いや、そんな贅沢言わないで、クリタン。あったまるよ。俺様の鼻は、敏感で繊細なのに。体を冷やす。猫科だからね。うん。今は見た目にこだわって、はい、いや、優しい。あー、かけてくれてる、優しい。これを。俺様の毛並みに、いや、贅沢言わないの。そう、住み始めたばかりのほら、オンボロリを思い出すでしょ。すんごい埃舞ってるね、でも。予想以上の埃でした。あ、でも魔法石嬉しい。魔法石は何本あっても嬉しい。はい。次が、バトルですね。はい。うん。見ろ、シルバー。はい。あ、よかった。だんだんと近づいております。うん。はい。本当だ。いや、本当、いや、シルバーのおかげです。シルバーがおぶってくれたから、右大将をね、本当ヨレヨレなの。ちょっと休まない。まあ、二人とも頑張った二人とも頑張ったよ。たくさん助けられた。ありがとう。私は何もしてません。そうだね、セベちゃんも追いつければいいんだけれども、まだだよね。あ、なんだ、セベちゃんか。あ、なんだ、あ、セベちゃんじゃない。あ、グリちゃん。は、俺様の子分、グリちゃん。もうこういうところで親分しちゃうんだから、グリタンたら本当に好き。あ、ちょっと待って、鉄のものでした。もう鉄のもの、危うく当たるとこだったよ。親分が助けてくれなかったら、私ねえ、頭に矢刺さってたよ。もうちょっと、お前たちに頼むわけにね。確かに、ほんとここまで来て、この手前まで来て、あ、もう少しです。あ、親父殿大丈夫？今しばらく、あ、まだうなされております。まだ起きません。いや、とりあえず頑張ってバトルしようかなと思います。はい、バトルが終了いたしまして、なんかこの前のバトルマップよりも弱々な気がします。なんかイージーな気がしますね。ありがとうございます。うん、と思った瞬間が一番、そうだね。あー、この前言ってたやつ、油断が生じたのかもしれない。そうですね。いや、もうね、シルバーは迷わないから、もうシルバーは親父殿の言葉をね、しっかりと噛み締めてるから、もう大丈夫だよね。あ、はい、少しゴールが見えてきましたね。はい、この辺りの森は、あ、懐かしい匂いが、もしかして実家ですか？そうか、あ、そうだよね。あ、やっぱりほら、ご実家じゃない？いやー、ちょっと大丈夫、ご挨拶行っちゃう。あ、でもまだないか。あの家で過ごした日々の、そうだよね、記憶が、そうだよね、回想シーンで見ました。あー、もうシルバーは大丈夫、シルバーは二度と迷わない、大丈夫。あ、親子の絆。はい、ということで、あ、次バトルか。あー、おい、高っ。HP 高っ。ちょっとやばいんじゃないかしら。はい、編成が終わりましたので、とりあえずはね、あ、はい、ちゃんとストーリーありますね。はい、森まで来ました。はい、劉備だけど、あ、大橋までたどり着いた。あ、もうちょっとだよ、頑張って。シルバーもう結構で、ね、おんぶして、いや、大変だと思いますけれども。あ、親父、ここ、あ、親父殿、あ、お気づきになられました？はい、そうなんです。もうちょっと国林城、もうちょっとだから、もうちょっと頑張ってね、早く手当てしてあげたいんだけれども。そうなんです、息子がやりやがるんです。もうこの子ったら本当に、もうそうやってね、ちょっとね、強がっちゃうんだけど、本当はね、ヘロヘロなの。そう、あ、はい、 Y 監督生も、はい、卵ちゃんと持ってます、卵様を。あ、大丈夫、いや、本当にオープンしちゃうよって、なんなら Y 監督生がお姫様抱っこしちゃおうかななんて思っちゃって、むしろしてくださいっていうか、あの、させてくださいというか。うん、あ、そうなんだ。ということは、あ、よかった、じゃあここまで来れば
あ、な、確かにさっきよりも元気ですからね。あら、あ、いいんですよ、あの持ってたっていいんですよ、Y 監督生。もう本当になんか愛着湧いちゃってずっと持ってようかなって。まあ確かにこっちの方がしっくりきますが、はい、そうなんです、日々入らせちゃいけねえなって思ってしっかり持ってました。あ、そうそう、あのね、バウルジージと一緒にジグボルトの血族が頑張ってるんです今。うん、そうなの、もう少しで来るかなって思うんですけれども、今ね、バウルジージと頑張って、なんだなんだ、何が起こっている。あ、地震、なんで。この耳に触る音、あ、耳に触る音は、あー、やっぱり鉄のものだ。あら、鉄のものとやっぱりバトルなんだ。なんとしてもバンルージュを討ち取り、ドラゴンの卵を手に入れろ。もうそうやってさ、卵様奪おうとするねえ。あ、なんだっけ、鉄削機、掘削機だっけ。あれすごい、なんかもうよくなくて、私本当あれ嫌いだな。はい、あ、俺がいて、かっこいい、シルバー、俺が相手だ、だって。いやー、ちょっともう小僧とか言わないで、シルバーっていう素晴らしき名前があるんだから。あ、そうそうそう、装甲掘削機ね。そう、そういうね、ちょっと良くないんだな、あれね。あ、あれ、あ、リビングボルトじゃない。あ、セベちゃん、あら、セベちゃん、いやー、待ってました。すごい真打ち登場っていう感じのこの登場の仕方は、あら、雷のセベちゃんじゃない、まあ、ところでもたもた。あら、あらららら、ちょっと見て、あら、感電してるんじゃない。あ、かわいい、セベちゃん。あ、ちゃんと髪下ろし、セベちゃん。あ、しかもあのワニのお面ちゃんとあの被ってないタイプの、あのしっかりと顔が見え、セベちゃんでした。あ、素晴らしいですね。気づいたか。うん、あ、ちょっとなんかたどたどしいところ、めちゃくちゃ可愛い。目の前の敵を片付けて、いや、可愛い。うわ、ちょっと待って、今その満身創痍な感じのセベちゃんも素敵ですね。走行掘削機の復旧を急げ。あ、ちょっと待って、その間に俺が本当にそう、あ、バウルジージじゃない、バウルジージも来て、バウルジージ、本当にあの走行ホニャホニャ機があの復旧する前にもう畳みかけるぞ。いや、本当に、あ、丸飲みにしてくる、かっこいい。はい、セベちゃんのおかげでなんとか一命取り留めました。はい、あ、そうなんです、しぶとさだけで生きてます、 Y 監督生。あ、コウモリ、あー、さすがう大将。はい、そうなんです、みんなくたばり損ねたよね。みんなしぶといからさ。あ、セベちゃん、セベちゃん本当に、あ、はい、Y 監督生たちは、あー、優しい、ありがとうございます。いや、本当にまださ、ほら、満身創痍だから。そんなことないよ、だってほら、怪我してるからさ。ちょっと傷は塞がってるけれどもさ、いや、でもだよ。いやー、ちょっと心配、私。逃げ出したっていいんだよ。いや、たったよい、少数精鋭という言葉を知っておりませんの。貴様のマゲとドラゴンの卵を持ち帰り、いや、マゲとかって怖いんですけど、ちょっと、はい、いや、もうちょっとね、ご必要なんですけど、もうぶっ倒しちまうぞ。はい、ということでバトルです。はい、強か。ジャミールバイバー、スカラビアコンビがいなくなってしまいました、悲しいです。でもとりあえずね、なんかボス戦みたいな感じだったので、それがあの一発でクリアできたのは良かったかなと思いますが、スカラビアコンビがアンハッピースカラビア。はい、ここからね、どんな展開になるのか、まあ、とりあえずここは勝利で終わる感じかな。
ね、バウルジジ頑張ってる、バウルジジ頑張って。いや、もう少しだよ。あ、宇大将、宇大将どこ、あ、宇大将さすが宇大将。いや、この攻撃やばいですね。はい、うん、まさか。そう、いやだってさ、少数精鋭だから、こっちは。そう、もう一回言う、少数精鋭だから言いたいだけっていう。うん、そう、あ、そうそう、なんかね、宇大将もそんなこと言ってた。うん、そう、なんか傷は塞がってるって言ってたんだな。うん、どうか退却の、はい、もう本当に撤退撤退もうこっちはね、少数精鋭だからさ、目の前に、いや、もうそんなねえ、早くしないとぶっ倒しちまうぞ。あ、よしよしよし、鉄の者が退却です。あー、よかった、勝利です。いやー、一命取り留めましたね。でも見て、みんな満身創痍、ちょっとやばい。じゃあもう早くみんな黒林城行こう。なんとかな、うん、とりあえずは追い払いました。あー、顔がいいトリオだなみんな、もうこれも顔がいいな、みんな顔がいいな、ここにいるやつらみんな顔がいいな。あ、どうしたどうした、なんだ、あ、また地震。え、何、なんとか鉄削機、掘削機ですか、それともマレノア様ですかね。え、マレノア様、天候がさらに荒れて、うん、うん、あ、目開けてられない。ああ、そんなに、そんなに強い雨が、やっぱりそうだよね。ああ、マレノア様だよね、やっぱりね。うん、はい、黒い雷と茨で覆われていく。大丈夫、ちょっとマレノア様、え、ピンチじゃない。いや、だってこっちはマレノア様は、だってさ、一人で頑張ってるってことで、マレノア様、いや、ちょっと、え、なんかあのグルービーみたいだね確かに、あ、確かに確かに、そうだ、うん、そう、マレ様がオーバーブロットした時と同じだ、祝福と同じ。うん、え、オーバーブロットしてるってこと、大丈夫、魔の山への大橋が崩れるぞ。うん、あ、魔の山への、それはやばくない、黒林城行けないよ、早くみんな飛び乗って、大丈夫か、あ、ここだ、ここで終わりか。あら、気になりますね、めちゃくちゃ気になるところでですが、ちょっとあの疲弊しております、私もなのでミスティームちょっと残っているんですけれども、今日ここまでにして、次で多分バトルマップも終わりかなと思いますので、次回に回したいかなと思います、お付き合いいただければ幸いです。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うっぽまつです。